すいません。はい、どうされました？10分の遅延証ください。どうぞ。あざーす。それでは徳川家康が開いた幕府は何というでしょう？失礼しまーす。レイナ、遅刻か？いや、電車の遅延です。ん？なんかタバコ臭いな。レイナ、カバンの中見せなさい。は？無理です。見せろって言ってんだろ。セクハラで訴えますよ。ったく。じゃあクラスメイトだったらいいだろ。いいですよ。じゃあ翔平、チェックしてくれ。僕っすか？はい。何もないっす。じゃあ席座っていいぞ。すいません、金さん。遅延ですか？20分のください。どうぞ。ありがとうございます。失礼します。浦安くん、遅刻ですか？いや、電車の遅延で。そうですか。本日はペアを組んだ相手の顔を模写してもらいます。模写？浦安くんのペアはアミさんですね。え、可愛く描いてね。ああ、はい。よりによって先生でも手がつけられないヤンキーのアミかよ。できました。見せて。殺しちゃおっかな。すいません、キンさん。どうされました？遅延証ください。今日は遅れてないですよ。すいませんでした。失礼します。北島、遅いぞ。寝坊しました。夏休みだからって浮かれてんじゃねえぞ。すいません。え？嘘だろ。学年一のヤンキー女ひまわりが補習に来てる？じゃあひまわり、あとは頼んだぞ。はーい。え、ちょ、何やってんの？課題の説明するから早く来て。あ、はい。じゃあまずこの公式を覚えて。そっからだから。はい。この夏休みで何があったんだ？絶対合格するよ、慶応。え、あー、ちなみに最近見た映画は？は？ビリギャル。やっぱり。おーい、どうされました？90分の遅延証ちょうだい。こちらです。チーズ。今日から社会を担当させてもらいます、湯沢です。よろしくね。おはー。レイナさん、遅刻ですか？電車の遅れね。てか誰？新任の湯沢です。よろしくね。へー、結婚してんの？まだです。いくつ？28。そろそろ危ないんじゃない？失礼だよ。もう座りなさい。やだ、タバコ吸っていい？いい加減にしろよ。は？これ何かわかる？胸に冠座のタトゥー。まさかこの人が？冠座総長の湯沢です。一生ついていきます。おはー。20分の遅延証明書です。あざーす。お前らにはもう授業はせん。おい、このパターン誰か呼びに行かないとだぞ。お前行ってこいよ。嫌だよ、お前が行けよ。おい、誰が行く？おはー、何やってんの？あー、先生が怒って出てっちゃって。え、じゃあ呼んでくる。え、アラッチどうしたの？ええ、クラスでちゃんと反省し、今後の改善策を立てたのか？知らねえし、トリマせっかく学校来たんだから、授業やってよ。え、お前は分かっとらん？もう、ツンツンしないの。やめろ。ギャル強。ハチだー。キャー。うわー。窓から追い出せ。お前がやれよ。嫌だよ、刺されたら死ぬぞ。もう、うっせえなー。どうしたの？あ、タクコエちゃん。もう来んなよ。ギャル強。マラッチ、スマホ返して。お前は何回目だ？100回ぐらい。バカもおちょくっとんのか。ねえ、早くして、映画始まっちゃうから。昼過ぎてからゆっくり学校に来て、携帯いじって、帰りも早く帰って映画か。いい身分だな。ねえ、説教とか受けるんだけど。ねえ、バラッチも一緒に映画行きたいんでしょ。お前が見るようなお子ちゃまな映画は見たくないわ。トップガン見るんだけど。ああ、言ってやってもいいけどな。くんなし。本当にお前らはどうしようもねえ奴らだ。たくさんの人に迷惑をかけて、親を悲しませて、本当に不良の集まりだ。でもお前らは仲間だけは大切にできる。だからよ、これからも仲間だけは裏切るなよ。うっす。チーズ。よし、じゃあお前ら走るぞ。は？は？夕日に向かって走れ。なんでだよ。ダリー、青春だね。おはー。30分の遅延証です。あざまる。チーズ。え、うちのクラス寒くない？俺が灯油運ぶの忘れたからさ、俺らのクラスはストーブなしだってさ。は？マジ意味不、誰が言ったの？さあ、榊原ね、怒ってくる。バラッチ、教室クソ寒いんだけど。お前らのクラ
奴が時間内に灯油を持っていかないからだろ。知らねえし、とりま職員室の灯油もらってくわ。ふざけるな、寒くて先生が風邪ひいたらどうするんだ。そんな怒ってたら寒くねえだろ。お前お茶食っとんのか。私のカイロあげるからし、次はないぞ。やるつよ。チーズ。遅延症ですか。10分のちょうだい。おまけしときますね。あざまる。店長おつぽよ。おう、遅かったな。なんかあったんか。電車遅れてた。これ300分の遅延症。300分遅れてた。何があった。駅員さんがおまけしてくれたの。おまけしてくれんの。え、ほんまは何分遅れやった。10分だよ。10分な。え、ほんなんでこんな来んの遅かった。プリ取ってた。プリ取ってた。バイトサボってプリ取ってたんや。でもあのやること締め作業しか残ってへんで。まかないちょうだい。まかないよくん。何もしてへんのに。締め作業終わらせとく。やってくれんの。やるわ。仕事できるね。チーズ。遅延症ですか。ちょっとおまけして。では30分におまけしときますね。あざぽよ。皆さんはこの間の皆既月食見ましたか。チーズ。お、タクポよ、どうした。電車遅れててさ。そうか、席座って。だるー、ニキビできてる。見て、このアイシャドウ可愛くない。え、可愛い。やっべ、目開かないわ。このリップ良くない。いいね。よっしゃ、できた。先生帰ります。はい。誰だ。お兄さん、朝はおまけあざぽよ。誰だ。遅延症ですか。30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。胸よ、3択のリセット終わってねえぞ。何やってんだよ。すいません。5択の提供もまだじゃねえか。あ、すいません。胸を本当に使えねえな。やめちまえ。ひがっちおつぽよ。あ、たくぼえちゃん、お疲れ様。何もっとしてんの。提供溜まってるよ。あ、すいません。喜んででしょ。はい、喜んで。もうひがっちでかいから邪魔。キッチン行ってて。はい、喜んで。やるつよ。チーズ。遅延症ですか。30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。楠木先生、レポート遅れてしまい申し訳ございません。ああ、いいよいいよ。いかがでしょうか。よく書けてるな、お疲れさん。ありがとうございます。では失礼いたします。おはー。タクポよ、遅刻だぞ。いつものことでしょ。どうせレポートやってねえだろ。あ、やってない。だろうな。待って、私がいつもやってないみたいじゃん。いつもやってねえだろ。ウケる。友達感覚じゃん。チーズ。新章ですか。50分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。そろそろタクポヨちゃん来るって。胸を決めてこいよ。お、おう。おはぽよ。ん？どうしたの？タクポヨちゃん、俺ずっと、え？ずっとタクポヨちゃんが好きでした。付き合ってください。ごめん、私好きな人いるの。よく頑張った胸を。頑張った頑張った。好きな人って俺のことか。バラッチ、うるさい。あ、はい。寒ー。冬のホームは凍っちまうよ。え？嘘だろ？真冬の長野でミニスカ？信じられない。駅員さん、電車遅れてる？あ、10分ほど遅れてます。オケポヨー。あの、お姉ちゃん、寒くないの？え？バリ様だよ。だよね。でも、ミニスカ可愛くない？ああ、可愛いよ。ギャルは寒さより可愛さ正義だから。すごいね。僕なんて全身にカイロ貼って重いコート着ないと立ってられないよ。うん、あったかそうだけど、バリダサ。バリダサ？チーズ。遅延症ですか。30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。さあ、大掃除をするぞ。まずは机を運べ。うっしゃ。胸を、ちゃんと机の中は整理しろって言ってんだろ。すいません。重い机だな。誰のだ。おはぽよ。タクポよ、これお前の机か。だったら何。なんでこんなに重いんだ。トリマ教科書全部ぶち込んでるから。家で勉強しとらんってことか。授業で全部覚えてるんで。嘘つけ、授業も来とらんだろ。ピンポン、保健室行ってくるからトリマ運んどいて。まったく、ギャル強。お客様終点です。は？車庫行っちゃうので降りてください。え？ここどこ？所沢です。うわ、最悪。もう電車ないんすか。今日はもうないですね。だる。東久留米まで歩きなんて無理なんだけど。マジそれ。東久留米までならタクシーで3000円ぐらいで行けますよ。3000円も払うならカラオケでオールじゃね。違いね、行こうぜ。指の混ざり、頬の香り、夫婦を超えて行け。え、金さん。チーズ。遅延症ですか。20分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。今日玄関でタバコの吸い殻が発見されました。このクラスじゃないと思うが、知ってる人は教えてください。誰だろう。あいつじゃないよな。おはぽよー。
え？タクポよ、玄関でタバコの吸い殻があったんだ。心当たりはないか？あ、それ私の。え？言っちゃうんだ。お前がここまでのバカだとは思ってなかったわ。親御さんにも連絡するからな。は？なんで？当たり前だろ、未成年のタバコは違法だ。は？私吸ってねえし。昨日ボランティアでゴミ拾いしてて、その時玄関でゴミばらまいちゃったの。そうだったのか。犯人扱い受けるんだけど。うわ、悪かったな。スタバおごりね。分かった分かった。チーズ。新章ですか？40分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。ゲバラッチがスカート狩りしてんだけど。タクポよ、ちょっと来い。やっべ、膝掛けで隠そう。おい、膝掛けを取れ。チェックできんだろ。本当は足見たいだけでしょ。そんなわけないだろ。高速違反がないかチェックしてんだよ。大丈夫、膝隠れてるでしょ。膝掛けで隠してるだけだろ。取れ。もうわかったよ。テイッ。おい、何をする。タクポよ。おつぽよ。あいつ。メリクリー。新章ですか？うん、今日は私があげる。ありがとうございます。来年もよろぽよ。おい、西川、行ってこいよ。嫌だよ、今あいつのとこ行ったら殺されるぞ。おはぽよ。どうした？みんなでプレゼント交換してたら榊原に。あいつマジつまんねえな、取り返してくる。え？バラッチ、みんなのプレゼント返せ。なんだそのふざけた格好は。学校は学ぶところだぞ。だからクリスマス学んでんじゃん。そんなお遊びはいらん、早く授業の準備をしろ。ああ、せっかくバラッチのプレゼントもあったのに。じゃあ、貸せ。いってらー、榊村サンタの参上だ。ギャル強。五十嵐どこいんだよ。ん？おっとっと。キャー！お客様、非常。お客様大丈夫ですか？今すべての電車を止めましたので安心してください。あの酔っ払いマジ殺す。何があった？酔っ払いが女性にぶつかったんです。まったく。おいお前、はい、自分が何やったか分かってるか？もし電車が来てたらどうなったと思います？忘年会でお酒飲みすぎちゃって許してください。酔ってたら何でも許されると思うなよ。酔ったあなたもあなた自身ですよ。あ、はい、今日あったことは一生忘れるなよ。忘れません。これお金いくら取れる？あけぽよ。新章ですか？元旦から遅れてんの？はい、申し訳ございません。あれ、いつもの駅員さんは？あ、あいつは今日休みなんですよ。そうなんだ、お兄さんかわいそう。元旦から仕事なんて最悪ですよ。あの野郎どうせ朝まで酒飲んで俺の悪口言ってんだろうな。そんな人なんだ。そうだよ、優しい顔してひどいこと平気で言うタイプよ。へえ。じゃあ豊川稲荷行ってくるね。行ってらっしゃい。あれ、おお、いつもの。何を祈りしてたの？まあどうしようもない先輩の健康と幸せ。へえ、あいつ全然分かってねえじゃん。あいつ？チーズ。新章ですか？20分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。胸よ、今年の書き初めのお題は希望の朝だろ。なんて書いた？眠たい朝です。バカかお前は。すいません。おはぽよ。タクぽよ、書き初めを見せてみろ。はい、これ。何書いてんだお前は。お題は希望の朝って言っとるだろ。え、だからこんな朝希望しますってことで昼まで寝てスイーツ食べたいって書いたんじゃん。お前の希望は聞いとらんのだよ。希望の朝って書くんだよ。あ、そうなの？でもみんな一緒じゃつまんなくない？まったくこいつらは。一番目立つとこ貼っといて。ギャル強。チーズ。成人おめでとうございます。あざぽよ。30分の遅延証ちょうだい。どうぞ。今年度から18歳も成人だ、おめでとう。実感湧かねえな。まだ酒も飲めねえしな。しっかりと成人になった自覚を持つように。おはぽよ。タクぽよ、まだ酒飲むんじゃないぞ。飲まねえよ。てかいつ成人式やんの？うちの地域は5月だ。卒業してすぐじゃん。みんな何も変わってないでしょ。式典をすることで成人を実感できるだろ。式典とかだる。お酒のない成人式なんてただのお湯議会じゃん。もう決まったことだ、それに納得するのも成人だ。じゃあ私たち全員ボイコットしまーす。ちょっと待て、上に話してみるわ。やる必要。すいません、金さん。はい。iPhone どこかに落としちゃって、探してくれる？心当たりは。電車の中かな？どんな曖昧じゃわかんないので、カスタマーセンターに相談してください。はぁ？お困りかな、ベイビー。え？ミーが来たからにはもう安心。あなたが笑顔になるまでそばにいますよ。あの iPhone なくしちゃって。お安いご用さ、ベイビー。ここに ID とパスワードを入力して。あ、うん。おっと、さっきの電車の中だね。終点で回収してもらうよう連絡しとくよ。え、あったの？あざぽよー。え、でもどうやって？ iPhone を探すアプリで追跡しただけさ、ベイビー。安心した、取りってくるね。バイビー。チーズ。新章ですか？15分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。
西川、授業に集中しろ。は、はい。おはぽよー。タクぽよ、遅刻か。これ遅延症。あー、そうか。じゃあ席替えしたから、誰か席教えてやってくれ。廊下側の一番後ろ。西川溶けそうじゃん。ストーブの目の前はサウナだよ。めっちゃ整うじゃん。知らんけど。タクボヤちゃん、こっちだよー。あっちは水風呂。チーズ。新章ですか。10分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。続きまして、3年生のリクエスト曲です。お星野源採用されたかな。乃木坂来い。3位は湘南の風で水蓮花。え2位はレペゼン地球で博多ライフ。何1位は浜崎あゆみで M。 おいギャルの好きな曲ばっかじゃねえか。放送委員ちゃんと集計したのか。それでは3位の水蓮花からお聞きください。おい放送委員出てこい。誰だ。おはぽよー。こいつだ。チーズ。中傷ですか。30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。お前ら今日から黙食は終わりだ。好きに話していいぞ。やったな。話そうぜ。何話す？いつも何話してたっけ。わからん。ずっと黙食だったからね。おはぽよー。お前はいつも給食の時間を見計らってくるな。は？たまたまだし。もういいから食え。プリンもらい。ちょ、お前先生のプリンを返せ。あんな感じだったな。うん。すいません。どうされました。新幹線に忘れ物しちゃって。何を忘れたんですか。チャイナ服。チャイナ服ですね。どこに座ってたか覚えてますか。3号車の前の方の3人掛けの通路側、 C 席ですね。確認しますのでお待ちください。よろぽよ。豊橋駅拓也です。3号車前寄りのチャイナにチャイナ服の忘れ物捜索お願いします。え、チャイナ。チャイナにありで了解です。ちょっと駅員さん、チャイナになんて忘れてないんだけど。え、さっきチャイナにチャイナ服とか言ってたでしょ。あー、チャイナは C 席のことなんです。は？ C や E は似てるので聞き間違いのないように、僕たちは C をチャイナ、E をイングランドなどで呼んでるんです。なるぽよ。じゃあ取り行ってくるね。行っちゃいなー。チーズ。新章ですか。50分のちょうだい。どうぞ。駅員さんのネクタイかわいい。あ、ありがとうございます。おはぽよー。タクぽよちゃんおはよう。わ、みなみ先生リップかわいい。ありがとう。アイシャドウもかわいい。ありがとう。服もかわいい。ありがとう。かわいい多いな。このペンもかわいくない。かわいい。え、ここの黒板消しかわいくない。かわいい。え、雑巾もかわいくない。かわいい。なんでもかわいいじゃん。タクぽよちゃん、これはバリダサ。バリダサ。チーズ。遅延症ですか。30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。おはぽよ。みんな悪いな。休養ができたため時間割の変更をする。え、ラッキー。1、2時間目の数学は体育に変更だ。やったー、最高。内容はシャトルランと持久走だ。クソかよ。最悪だ。3、4時間目の理科社会は音楽に変更だ。全然あり。いいぞ。内容は肺活量のトレーニングで外周ランニングだ。マジクソ。帰りたーい。5、6時間目は変わらず競歩大会の練習だ。帰りまーす。やる強。チーズ。中傷ですか。10分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。おはぽよー。タクぽよ、遅刻か。はい、遅延症。はいよ、ちょっと待て。何？スマホの裏に何入れてんだ。え、推しの写真、マジイケてるっしょ。どこがだ。まず学校に余計なものを持ってくるな。は？これあったらモチベ爆上げ横丁になるのにダメなの？そんなのなくてもいいだろ。なかったら全部授業サボるよ。まったく、しょうもないやつだ。バラッチもスマホの裏にガッキーの写真入れてるくせに。それを言うんじゃない。ってことで、あいつよ。中傷ですか。40分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。お前は何回言ったらわかるんだ。提出期限を守れって言ってんだろ。はい。次約束を破ったら許せんからな。心改めろ。鬼は外。見て、何するんだタクぽよ。あ、ごめん、赤鬼かと思って豆投げちゃった。誰が赤鬼だ。節分だからって許せんぞ。だって鬼を追い出さないと服が来ないでしょ。俺にとっちゃお前の方が鬼だわ。じゃあ追っ払ってみれば。鬼は外。鬼は外。ギャル強。痛っ。チーズ。新章ですか。40分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。南先生、今なら熱ありそうです。今ならって何よ。熱なかったら授業行きなさいよ。上がれ上がれ。南先生、僕も今ならありそうです。あんたたち元気でしょ。授業サボりたいだけでしょ。見せてみなさい。はい。はい、二人とも授業行きなさい。はーい。南先生、高熱でした。あら、タクぽよちゃん大変。しばらく寝てていいよ。あざぽよー。ギャル強。チーズ。遅延症ですか。うんうん。今日はチョコあげる。え、
ありがとうございます。お返し待ってる。そろそろホームルームか。ん？誰からだ？まったく、モテる男は大変だ。西川チョコもらった？コウちゃんからなら。それはカウントすんなよ。はい、みんな静かに。今日はバレンタインだが、チョコは禁止だからな。チャカパヨー。チャカパヨ、チョコは持ってくるなって言ってんだよ。え、バレンタインだからいいじゃん。そんなくだらんことしなくていいんだよ。は？普通の日じゃ伝えられない感謝や愛情をチョコに込めて渡すのがくだらないの？それは。てかバラッチの机にもチョコ入ってたでしょ。え？あれ私が入れたんだよ。そうだったのか。お前の気持ちは嬉しいんだが。勘違いすんな。ウザチョコだよ。ウザチョコ？俺も欲しい。チーズ。支援証ですか？10分のちょうだい。どうぞ。朝ぽよー。おはぽよー。タクぽよ、卒業式まで遅刻か。はい、遅延証。遅延証だけちゃんと持ってきやがって。優等生でしょ。なわけあるか。おい、ちょっと待て。は？メイクが濃すぎだぞ。学生らしくしろ。は？今日いっぱい写真撮んだから漏らせろよ。ダメだ、トイレで落としてこい。ケーブルテレビとかにも映るんだから漏れてた方がいいでしょ。ダメだと言ってんだろ、落としてこい。でもさっき来賓の教育委員会のおじさんがめっちゃ可愛いって褒めてくれたよ。あ、よく見たら可愛いじゃねえか。ちょろギャル強。